皆さんどうもコンコンチドイヒーです。皆さんどうもバカバカプバカキンです。今日もお二人でニャンコ大戦争頑張ってっていこう。あいや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 いさあさあ、あいやいさあでしょ、あいとさあの数おかしいから今日からいよいよ未来編だ。超激レアたっぷりだから余裕のやっちゃん発注してください。いやちゃんと処理バカキン、まずはキモ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 ネコを出してくれよ。僕は超激レアが出せるようになるまで一休み寝てないでアドバイスとかしなさいよ。なんなら一プロも浴びちゃおうかな。そんなにのんびりとしてる暇はないでしょう。なんなら僕一人で倒しちゃうから任せといてよ。バギンには何も任せられないな。なんでだよ、僕バカなのに。バカだから、バカだからだよ。だけどキモネコでこのままいけちゃいそうな感じもするけどね。念のためにアシュレンジャーを出しといた。アシュレンジャーが到着する前に倒しちゃえ倒しちゃえ倒しちゃえ。もう塔についちゃって早いね。エリアンが出てきた。未来編はエリアンか。ゴシアンツブアンエリアン、ゴシアンツブアンエリアン。変な歌歌わなくていいから。思ってた以上に強いなエリアン。キモネコ次々やられたか。これはもう負け確定。諦めんの早。もう無理だよ。おーおーおー、もう倒しちゃった。勝ち確定。結局勝ちなのかよ。あとはシャバシャバゲロシャブ軍団なので塔を壊してクリア。楽勝のシュシュのショー、シャシュショーのショー。この勢いでどんどんいっちゃおう。だけどキモネコよりも牛の方がいいんじゃない。牛の方がこっちの方が早く終わってんじゃない。攻撃力は弱くなるような気もするんだけど、いいのかな。なんだっていいんだよ。なんだってどうせ勝つのは僕たちだ。そんな適当な考えで大丈夫かな。考え適当すっきりせんと黒くて美味しいかりんと高くそびえるエッフェルと二人でギャグ言わなくていいから。牛このまま行ったらこのまま、もうこのまま勝っちゃいそうだよね。いけけよエリアン出てきた。牛猫頑張れ、牛猫ステーキパワーで頑張れ。あっさりやられたよね。やっぱりキモネコの方が良かったんじゃないの。何言ってんだよ、やられてないよ、死んだふりしてるだけだよ。そんな機能ないから、がっつりやられてるから。しかしここから超激レア軍団だ。オソレンジャーの力見せてやる。一撃強すぎる、強すぎて鼻からお米粒出ちゃうよ。なんかわけわかんないこと言ってんな。エイリアンスイートをしちゃえばまたまたゲロッショブドンドン。あっという間に塔を壊してクリア。こんなとこクリアできなんて僕って天才。誰でもクリアできるけどね。もっともっと強いやつ出てこい。ここはエイリアンが全く出てこなかった。そしたらあっという間に勝っちゃうよ。どんどん出てこいエイリアン。次は出てくるのかエイリアン。だけどエイリアン出てきたとしてももう犬じゃ物足りないんだよ。強いやつ出てきてやられたいんだよ。あっという間に来るよ。なんでやられたいのか意味わからんの。次は出てくるかなって、ここも出てこないのか。なんだよ、もういろんな種類のサイクロン100体ぐらい出してくれよ。そんなに出てこられたら絶対勝てないでしょ。僕が顔面で受け止めるよ。そんなことしたらやられるよ。どんどんいっちゃおう、どんどん。おーおー、にゃんにゃんチャンスがやってきた。頑張るぞ、猫つかみだ。あ、これはぶつかり合うやつね。違うよ、上から来た猫をつかむやつだよ。もうぶつかっちゃってる。ぶつかりながら上から来た猫をつかむやつでしょ。ぶつからずになんだけどな。これでとどめだ、バカゲイン。負けないぞ、くらえ。ダメだこりゃ、こんなんじゃいい点取れないよ。いい点なんて関係ない、バカキンさえ使ってればいいんだ。どうやって勝ち負け決めるんだ。ラストスパート、僕の勝ち。いや僕の勝ち。あれ意外といい点取ってた。奇跡って起こるんだ。どうだい、狙った通りだぜ。たまたまうまくいっただけでしょ。それじゃあ引き続きいってみよう。
どうせここも強い敵も出てこないし、余裕のよっちゃん89歳、よっちゃん年寄り、ここも牛猫がぐぐぐぐ攻めてって、あっという間に勝っちゃうよ。エリアンカバー、なんだよこのビロンビロンと伸びてるやつ、気持ち悪すぎだろ、伸びたのどちんこでオラ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 やってるよ。ああ、僕の出してるキャラが全然きたよ、全部やばい、じわじわと押されてって、これはハイパーミラクルピンチ、略してハミラピン。ハミラピンとか言ってる場合じゃないから。そういうこと言われても困るんだよハミラハゲくん。ハイパーミラクルハゲってことかも。だけど僕が強いやつ出したからもう大丈夫だって。頼りないなって。ああ、もう倒せたよ、意外とあっさり倒せたよ。完全に僕のおかげだね。バキンは大してのもうやってなかったけどね。エイリアンカバーはもういなくなったし、あとは塔を壊してクリア、6章のシュッシュのショー。もう僕たちの勢いは止められないね。勢いは止めれないけども心臓は止まってるよ。そしたら死んじゃってるじゃないかよ。ここも強いやつ出してこないからあっという間に勝っちゃうね。っていうか勝ちすぎだな、もうちょっと苦戦して取れたか欲しいな。ちょっとガチャ運良すぎたかな。というわけでもう一回最初からやり直した方がいいか。別にそこまではしなくていいでしょう。次回は基本キャラ縛りとかにでもしてみようかと見せかけて超激レアだけだ。結局かい。なんかもう今日だけでミラ編クリアできちゃいそうな勢いだよ。まだまだ油断しないでよ、何が出てくるかわからないからね。そうだよね、急にウィザードが出てこられたらおしまいだもんね。ウィザードは別のゲーム。おしまい、しまい、ハゲなまい、よいしょ。おしまい、お見舞い、見せじまい、どんからがっしゃーん。ここは骨抜き出しが出てくるのか。もう倒したことあるキャラだね。こんなの弱い弱い。あっという間に勝ちました。全然あっという間じゃなかったけどね。あとは塔を壊して楽勝大賞県民賞。適当に喋ってばっかりだ。今日だけでとんでもない量クリアしてるな。ここも死後の塊とかしか出てこないからあっさりおしまい。もっと歯ごたえあるステージをやりたいよね。手ごたえでしょ、美味しく食べてるのかよ。次も美味しく食べてくよ。やっぱり美味しく食べてたんだ。次も強い敵は出てこなくて、あっさりおしまい、がっかり。もっと強いやつ出てきてくれ。おお、にゃんにゃんチャンス。今回はぶっ飛びランチャー、いい点取るぞ。で、打つ方がバカ気かよ。僕を打ってないで犬を打ってよ、犬を。犬ってどれ、どれを打てばいいの。バカ気バカでダメすぎる。こんなひどい点初めて見たよ。どんどん秒殺、どんどん秒殺。このステージは羊たくさん出してきてわしらを舐めとくから。はい、こんなんじゃ僕たちの顔ないよ。あっという間に勝ち、次もまたあっさり勝っちゃおうか。ここは一気に塔に到着。このままあっさり勝て勝て勝て。ああ、やどかり、やばいやつが出てきた。一気に牛がやられてっちゃってるよ。これピンチ、ピンチ取り越してプチ、ペンチポンチ、ポンチも通り越してポンチ。どうにか超激レアを出したからなんとかなるかな。だけど押されてる、武器がヨーヨーじゃ絶対勝てないよ。ヨーヨーと一緒にしたらダメでしょ、強そうな武器だよ。だけど全然効いてなさそうだよ、それには押されてる。ああ、もう負けだ負け。ありがとうございます。なんで俺を言ってんだよ。だけどヤドカリ体力あとちょっと。やった、いけた、なんとかいけた、よかったよかった。まあ結局はザコイカだったね。出てきた時に焦ってたけどね。
さあエリアも倒したし、あとはどうこうしてクリア。楽勝のショショのショショショのショショショのショ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 。変なリズムを刻むなよ。徐々に徐々に強い敵出てきたし、ここもとんでもないやつが出てくるんじゃないのかなと思ったけども、結局は大した敵も出てこなくて、あっという間に終わってアジピジバー。強い敵は次回に期待しときますか。というわけで今日はここまで、またお会いいたしましょう。バイバイバイバンバルビー。チャンネル登録よろしくお願いします。